僕さらっと言いましたけど、すごいずれてると思いませんか。 L ステップにおいてここがめちゃくちゃ肝だからですね。まずこのペルソナ設定のところですね、アジェンダ良ければ開いていただいて、まずは講義の部分、その後ペルソナ設計シートの記入例というところになります。なぜこのペルソナ設定を一番最初にやるのかというと、 L ステップにおいてここがもうめちゃくちゃ肝だからですね。例えばですよ、美容室の話をします。ある美容室があって、この美容室の課題としてはリピーターさんをとにかく増やしたいと思っている美容室だとしましょう。このリピーターを増やしたいと思っている美容室の L ステップに、友達登録挨拶どんなものつけますかって我々コンサルタントが考える、そんなこと場面を想像してください。その時にあるコンサルタントはこう言いました。まだこの美容室を知ってくれてない人のために、友達登録されたら新規来店時のクーポンを 10% つけましょうというような提案をするんですね。これって皆さん、僕さらっと言いましたけど、すごいずれてると思いませんか。リピート率をアップさせていきたいのに、なんで新規集客用のクーポンをつけてるんだっていう話ですよね。これすごく今ギュッと言ったので、まあそれはそうだよねって思うかもしれないけれども、これに似たようなことがめちゃくちゃ起きます。なので何が言いたいかっていうと、この L ステップに登録する人はどういう属性の人なのか、そしてその属性の人がどんな気持ちを持って登録をするのか、ここを徹底して考えていかないと、その後全部ずれていきます。なので一番大事だからこそ、一番最初に持ってきたっていうのが今日のこのペルソナ設定というところになります。まずはその部分を講義で理解していただいて、この後皆様は1ヶ月目2ヶ月目、実際にデータ販売の L ステップっていうのを作っていくんですね。その時に今回テニススクールで記入例がありましたけれども、じゃあ私は例えば美容室の L ステップのデータ販売を作りますってなった時に、めちゃくちゃ細かく設定をしてきます。この L ステップに登録するお客さんはどういう人なのか、このオーナー、美容室のオーナーはどういう経営者像なのか、どんな商品をどれぐらい売っていて月間の利益はどれぐらい出てるのか、店舗広さはどうなのか、そういったところも全部設計をしていく。逆に実際のクライアントと対峙する時も、そこまで相手のクライアントをしっかり把握してないと、いい L ステップって作れないですね。いい L ステップを作れる人は、操作がうまいことでも何でもなくて、こういった基礎的なちゃんと部分、ペルソナ設定だったり商品設計の部分を理解しているかっていうのがすごく大事なので、今日はトップに持ってまいりました。では早速なんですけれども、こちらのマインドマップ、皆さんも開けるようになっていると思うので、お手元に見ていただきながらでもいいですし、こちら共有しながらでもいいので、一緒に見ていきたいなというふうに思っています。じゃあですね、まず簡単にこのターゲットとペルソナの違いからいきたいなと思います。この講義でもそうですけれども、よくマーケティングの中でターゲットって何ですか、ペルソナって何ですかっていう言葉よく聞かれますよね。じゃあターゲットとペルソナっていうのは、実は似ているようで異なる部分があります。これですね、どなたかに当ててみたいなというふうに思うんですけれども、じゃあちょっと一発目でなかなか緊張すると思うんで、サポーターの人に当てようかな。平野さん、ターゲットとペルソナの違いって何だと思いますか。はい、ありがとうございます。ターゲットは例えば20代女性とかっていう大まかな層を対象にしているのかなと思いまして、ペルソナはたった一人のどこどこに住んでる誰々さんっていうのがイメージできるくらいの具体例になっているのかなと思います。はい、ありがとうございます。とても分かりやすい。皆さんね、拍手でぜひお願いします。これ答えもさることながら、めちゃくちゃ僕今いいなって思ったのが、ぜひ皆さん喋るときに意識してほしいのが、同じアンサーをするのでも1分かかって今の平野さんのようなことを言う人と、平野さんように簡潔に10秒で今のパチって言ってくれるの、これは全然意味が違います。なので多分これがアンサーだなと思っても、それがいかにコンサルタントとして最短でちゃんとバチッと自分のこと言いたいことが言えるか、そこって結構大事なので、ぜひそういったところも意識してくださると学びになると思います。ということで、つまりターゲットとペルソナの違いは、まさに今平野さんがおっしゃってくれた通り、ターゲットというのは30代の女性みたいな感じでざっくりしてますね。ペルソナというのは自分が求める理想のお客さん、たった一人のお客さん、たった一人っていうところが違います。ですのであえてペルソナで言うと、38歳の愛知県名古屋市千種区に住む世帯年収600万円の主婦、5歳と3歳の子供を持つ人みたいな感じまで具体的に絞ってるっていうところなんですね。なので例えばペルソナさんの普段よく読んでる女性向けの雑誌は何ですかって聞かれたら、それも答えることができるっていうのはペルソナ。ターゲットは別にそこまで答える必要がないっていうのが違いになりますね。今回はこのより具体的なその個人という意味合いのペルソナ設定であるというところをまずは理解してください。30代女性みたいな感じでざっくり設定をしないようにしましょうっていうところになります。ちなみに参考までにマーケリンクのペルソナをざっくりだけちょっとお話しすると、愛知県在住の40歳男性会社経営者、買取事業をしており愛知県内に6店舗を持っています。年商は10億円くらい、
いですっていうようなところを決めています。もちろん普段どういう生活習慣があるかとか、奥さんがいるのか子供がいるのかみたいなところも全部聞かれたら一応答えが出るところまで設定をしています。なので皆様もこれ今回データ販売をするときにぜひここぐらいまでしっかり設定をしましょうっていうところになりますね。じゃあ続いて流入するときの気持ちはっていうのをちょっと見ていきたいなと思います。このマーケリングのペルソナが流入するときの気持ちはっていう意味でですね、これちょっと解説します。この上記のペルソナが L ステップが売上につながるなっていうことをなんとなくどこかで聞きました。それは知人から聞いたのかもしれないし、たまたまタクシーに乗ってたらタクシー CM でなんか L ステップっていうのがあるっていうのを知ったかもしれない、そこは分かんないんですけれども、そのなんとなく L ステップがいいっていうことを聞いて、たまたま YouTube で検索をしてみたら LINE 公式アカウントチャンネルが一番上にヒットしてきた。そしてその YouTube チャンネルを見て、あ、なんかこの人まあまあいいこと言ってるなと思ってマーケリングの LINE に登録しようとしたら、お、様々な成功事例が見られるから、じゃあちょっと登録してみようということで登録したみたいなことで、いわゆるカスタマージャーニーとも近いかもしれないんですけれども、このペルソナがどんな思いとか気持ちを持って登録をするのかっていうのを徹底的に考えてほしいっていうのがあります。例えばここで言うと、自分が L ステップを導入したらきっと売り上げにつながるだろう、でも具体的にどうやったら成功するのかイメージが湧かないな、あ、でもこの L ステップに登録したら成功事例が見られるからじゃあ登録しよう、ここが結構ポイントなんですね。ということはこういう思いであるということは、我々のマーケリングの L ステップとしては、一つ成功事例が登録特典としてあったらきっと登録率も上がるんじゃないかなっていうふうに逆算ができますね。つまりそのペルソナが何を欲しているのか、どのような気持ちを持って何が欲しいから登録するのかっていうのを徹底的に考えていただくと、的外れな登録特典になるっていうことはきっとないと思いますし、バチッと相性が合う登録特典が設定できる、つまりは登録率が上がるっていうところもあるかもしれませんね。なのでマーケリングの YouTube、 ありがたいことに今登録者がチャンネル登録者がもうすぐ1万5000人ぐらいいるんですけれども、 L ステップの登録者はむしろそれより多いぐらい、1万5000人ちょっとぐらいいますけれども、そういった気持ちに対してちゃんと答えてあげるような登録特典が設置されていると登録率は上がるし、逆に答えられないと登録率はなかなか上がらないっていうことになると思うので、このペルソナがどういう気持ちで入ってくるか徹底的にこの後ですね、データ販売のところで説明できるようにしておいてください。ということで美容室の例に戻ります。先ほどもお伝えしましたが、こういう美容室の課題、美容室のデータ販売とかクライアントの美容室の L ステップを作っていきますってなったら、例えばねこういう課題があります。この美容室では HPB っていうのはホットペッパービューティーですね。ホットペッパービューティーから来店される新規顧客の定着に悩んでます。つまりリピート率ですね。じゃあこの課題を解決するためにはどういった挨拶メッセージだったらいいかっていう、でここで先ほど NG 事例で挙げたのが、じゃあ友達追加の挨拶において新規来店してくれたら 30% オフクーポンを設置します。これは全然誰がどこから登録するのかっていうその気持ちを考えられていないわけですよね。リピートを定着、リピート率を上げていくためにはまずどういう人が登録してくれるのかなっていうのを考えないといけないです。で答えを聞くとなんとなくわかると思うんですけれども、まずは既存の今の美容院に通っていただいてる人が当然リピートをする話っていうことであって、新規の人は全く関係ないわけですね。なので既存の来ていただいてる人をどうしようかっていうところにまず着眼点がいきますと。じゃあこの人がまず 100% 登録してくれて配信するのかメッセージを、ね、直接送るのか分かんないんだけど、とりあえず 100% 登録してくれたらいいでしょうというところになるから、じゃあどういう友達追加時挨拶になるかって言われたら、美容院に来店していただいた時に、これね今うちはこのカルテを LINE でやってますと、なのでそこに記入をしていただいて管理をしていきたいと思うので、恐れ入りますがこのカルテを記入していただけませんかって言ったら、拒否する人は、まあ、まずいないですね。これがニアリーイコールもう 100% 登録してもらえるっていうことになりますと。でこの登録されたカルテの内容によってクーポンを開けたりとか、実際に1ヶ月に1回髪を切るんだったらそのちょっと前に配信をするとか、まあ、そういうことをやっていくわけですね。でもっともっとさらに言うと、この友達登録された時にカルテが出るよっていうね、回答フォームが出るよっていう、それだけだったら新規の方が今後例えば駅前でポスティングとかしたりして、そのポスティングのチラシについている QR コードからじゃあ友達登録しようと思った時にカルテがいきなり出てきたら変じゃないですか。なのでそこはあくまでも既存の美容院に通っている人がメインではあるんだけれども、今後新規集客にも LINE をちゃんと使いたいなと思った時にどうやってやったらいいのかなって言ったら、例えば友達追加時挨拶のメッセージにおいてまず登録されたら画像を出すと。でそこに来店したことがない、本日今この場で来店をしている、もしくはもうすでに何回も来店済み、この3択の画像を出しておいてポチって押して、例えば本日来店なのであればカルテが出るよ、来店したことがなければステップ配信が流れるよ、来店したことがすでにあるんだったら、まあ、特にカルテも何も流れずに実際にありがとうございましたっていうアナウンス、アンケートの
俺にクーポン差し上げますなのかわからないですけれども、そういった風にどこからどういう属性の人がとにかく登録されるのかっていうのを必ず場合分けをしていただきたいなっていうのが、まあ、今日の講義のこのペルソナ設定の面になります。なのでここが新規集客だけしか考えられてないとか、既存のカルテ 100% 登録してもらう仕組みだけでもいいんだけれども、ちゃんとこの講義でも言っていますがミーシーで考えられているかっていうのをぜひこれから意識していただくといいかなっていうところになります。ということで、その画像に応じていろんな施策、新規ライティングなのかカルテ金融なのか LTV アップなのか施策を変えていくことができるよ。なのでたった今で10分ぐらいの講義ではありますけれども、本当にこのペルソナ設定をしてちゃんとどういう属性の人がいるかを場合分けして、そのそれぞれの場合分けした属性の人たちがどういう気持ちで何を欲して入ってくるか、必ずここを基本に立ち戻ってデータ販売の時にクライアントに L ステップ納品する時に考えてみてほしいなというふうに思います。続いてペルソナ設計シートの話をしていきます。皆様は記入例のテニススクールの方を見ていただければなと思います。この時に先にポイントをお話します。これからデータ販売をやっていくよ、じゃあそれは美容室のデータなのか飲食店のデータなのか、それは皆様がご自由に設定していただければ OK です。ただ例えばね、私飲食店の経験ありません、飲食店の経験がない人が簡単そうだからって言って飲食店の L ステップを作るっていうのはちょっと微妙だなと思うんで、一番いいのは皆様のご経験があることだと当然そのバックグラウンドとか背景が分かるので、例えば近藤さんだったら直近までアパレルブランドで働いていたと思いますので、その何か架空のアパレルブランドのものを作っていただくっていうのがいいかなと思います。そしてその時の3大ポイント、これお話をしていきたいなというふうに思います。売上等の数字にブレはないか、これどういうことかというと、仮に今から紹介するテニススクールが200人の生徒さんがいたと仮定しましょう。じゃあ月謝はだいたいどれくらいなのかな、せいぜいね7000円とか8000円とか、高くても1万円ぐらいですよね。じゃあシンプルに考えたら200名で月謝が1万円だったら月間の売上としては200万円じゃないですか。でもこういう記入シートを書いてもらうときに、今のような理屈で考えたら全然別に難しくなさそうなんだけども、なぜだか売上が月間1000万円ありますとか、逆に売上が月々80万円しかありませんとか、200名で生徒がいるのに。なので生徒数と単価とテニススクールの全体の売上が合ってないと、全然点でバラバラになってしまうということがよくあります。これはなんで売上の数字っていうふうに今言いましたけれども、こういった数字を考えるときちゃんとブレがないかっていうのを考えていただきたい。2つ目は L ステップで導入改善したいポイントっていうのがこの記入シートの中にあります。当然なんで我々は L ステップを作るかと言われたら、相手の企業さんの課題を解決するからなんですね。解決する、たまたまそのツールが L ステップなんですよね。なのでそこのどういう新規集客なのか、成約率なのか、リピート率なのか、客単価なのか、そこの改善したいポイントを、今現状これぐらいだけれどもこれぐらいまで持っていきますっていう部分を必ず数字を伴って具体的に書いてくださいっていうのがポイントの2つ目。そして3番、経営者像やペルソナ像にズレはないかですね。これも先ほど言いましたけれども、ペルソナ設定しました。例えばこのテニススクールは駅地下で夜22時まで空いているっていうテニススクールですと、夜22時まで空いているっていうことは、例えば会社員の人が仕事から帰ってきて帰りがけでもちゃんとテニスができるよねみたいな、これペルソナと商品って合ってそうじゃないですか。夜の22時までやってるのに、このスクールのペルソナは主婦ですって言ったら、別に主婦だったらね22時まで空いてなくても別に昼でいいじゃんみたいな話になっちゃうので、商品とペルソナがちょっとずれてるみたいな形になっちゃうんですね。ずれが結構起きてしまうっていうのが、この我々の私が今までよくやっていて感じていることなので、ちゃんとなんでこのペルソナになってるのか、なんでこの価格帯になってるのか、逐一私めちゃくちゃ細かく聞きますから、全て説明できるように深く考えてほしいなっていうのが、まあ、今日のポイントになります。例えばどんな感じで記入したらいいのっていうところはこちら書いております。ちょっと説明していきますね。まず全体としてはこれぐらい、こんな感じになっています。